続いては特集です。木曜日に各週でお伝えをしています美術館へ行こうです。今回は渋谷にあるとぐり美術館を訪れました。こちらで現在開催されているこいまり金蘭華展元禄のきらめきをご紹介します。今日はとぐり美術館にやってきました。ご案内いただくのは中村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。大住さん、伊万里焼ってご存知ですか？佐賀県の焼き物ということぐらいしかわからないんですけど。17世紀の初めに佐賀県の有田町で初めて、日本で初めて磁器が作られるんです。そのことを伊万里焼って言うんですけど、その中でも江戸時代に作られたもの、これをこいまりと言います。でそのこいまりの中でも絢爛豪華な江戸中期に成立したものをこいまり金蘭華っていうふうに言うんですけれども、今日はそのこいまり金蘭華の展覧会をご紹介しようと思っています。では早速中に入ってみましょう。はい、お願いします。最初にご紹介するのはこちらの作品です。はい、うわ、細かく描かれていますね。真ん中のところですけれども、船が描かれています。で中に2人人がいるんですけれども、これオランダ人なんですね。これなぜオランダ人なんですか？17世紀の半ばからオランダ船で伊万里焼って盛んに輸出されるんです。そのことを題材にした、異国情緒たっぷりあふれる、国内用の器ということだと思いますね。この器 の外側にも船が2艘描かれているんです。合計5艘、五艘船という作品なんですよ。次にご覧いただく作品、こちらの作品です。こちらもまた細かいですね。そうですね、これ手で描くの大変ですよね。そう、描くのも大変なんですけど、これいくつかの段階を経てこれ出来上がってるんですよ。で最初は形を作って焼きますよね。で焼き上がったところにこの青の顔料で絵を描きます。でそれを一回焼いて、上がってきたものに今度は赤とか緑とか紫とかっていう色でまた描いて、でまた焼いて上がってきて、今度は金彩を施してまた焼くという4回焼いて出来上がってるものなんです。そんなに手間がかかってるんですか？で最初に焼き上がった時に青 の顔料で描きますよね。その時にいくつか同じものを作っておくんですね。で後から色で、模様を描く時に描き方を変えて器のバリエーションをつけるっていう、そういうやり方があったみたいなんです。その例がこちらにあるんですよ。ちょっとご覧いただきましょうか。こちらなんです。あ、本当だ、真ん中の部分一緒ですね。そうですよね。これは注文主の希望に応じてっていうセミオーダーってとこですかね。なるほど。わあ、こちらは大きな作品が並んでますね。そうですね、こちらは輸出用のこいまり金蘭華なんです。輸出用ですか？高さ75センチもあるんです。大きいですね。大きいですね。こちらはヨーロッパの宮殿とか、貴族の館、そこでインテリア装飾として使われていたんです。なので遠くから見ても見栄えがするように大きく作られたり、あるいはこのように大胆な図柄になっているということなんですね。今日はこいまり金蘭華の展覧会をご覧いただきました。いかがでしたか？細部まで本当に細かく描かれているので、じっくりゆっくり見るといろんな発見がありますね。日本で使われていた器と、それからヨーロッパに輸出されていたもの、これを比較してみるっていうのも楽しいと思います。